常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらね、 Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。昨日ですね、陸上自衛隊元東部方面総監で争われた渡辺義和さんとね、ロシアウクライナ戦争、これに関するですね、完全版最新戦況アップデートの方をね、動画ねアップさせていただきまして、たくさんの方に30万人近い方にね、もう現時点でご覧いただきました。本当にありがとうございます。戦況はですね、引き続き流動的に動いていますので、昨日の動画はね、ちょっと補足情報というかね、アップデートをいくつかさせていただければと思います。渡辺さんとは別にね、もう一人ね、謎のプロの軍事専門家、私のこと監修してる方いらっしゃいますけど、この方からですね、いろいろちょっと得た情報なんですが、これもちょっと公開情報といえば公開情報なんですけどね、ロシア軍やっぱヘルソンで相当やられてるらしくてですね、やられてるんですが、割とね、ドンバスから精鋭を抜いて今ヘルソン食ってますから、こいつらをね、なんとか撤退させて立て直したいみたいなんですよ。なので戦争研究所がですね、こんなことを言ってるというのでね、プロの軍事専門家からね、教えてもらったんで、ちょっと皆さんにも共有したいんですけど、いわゆるヘルソンなのね、南ですよ、サウスアクシスと呼ばれるようなエリアですけれども、ロシアのですね、ヘルソン市の西側のね、要はドニプロ川の西側にいる部隊は、ハルキウでのロシアの防衛力の崩壊を特徴づける混沌とした退却を避けるために、統制の取れた撤退でより防御可能な位置に後退しようとしている可能性があると戦争研究所はレポートしております。これに対してですね、プロのね、私を監修していただいている軍事専門家曰く、これ絶対に撤退させちゃダメだと。ヘルソン市の解放を後回しにしてでも、これ追い打ちかけて撃滅した方が絶対に良いというふうに言ってました。これやっつけちゃうとですね、事実上ですね、もうロシア軍ほぼ敗戦に近いような状態まで追い込まれるらしいんですね。だからここ勝負なんで、おそらくね、ウクライナ軍その辺は分かっているとは思うんですが、どっかに橋かけて一気に逃げようとすると思うんですよね。なんでその集結地点をハイマースでボコボコにするとか、今ね、空爆までやってますからね、このね、ヘルソンではね、かなりその航空優勢、ウクライナ軍取れているので、航空機とかですね、ハイマースなどね、高機動ロケットシステムですけど、こういうものを使ってですね、退却させずにね、じわじわとね、こう包囲を縮めてですね、この部隊をですね、全滅させるとですね、これウクライナ軍にとって大きな転機、まあすでに大きな転機迎えてるんですけど、さらにこれでね、ロシア軍の敗戦へとですね、もう一歩近づけることができるということで注目をしております。これに関連してですね、フォーブスがね、興味深い記事を実は書いていますので、皆さんにちょっとご紹介したいなと思うんですね。この記事はね、18日ですね、おとといの記事ですね、ロシア軍はもうすでに戦略予備がなくて、東側のですね、主要な拠点で、ウクライナ軍にも包囲されているといった趣旨の記事でございます。フォーブスっていうね、雑誌ありますよね、アメリカはね。ここに出てたんですが、これまでちょっと翻訳して一部皆さんにね、お伝えしたいんですが、これはですね、5月27日のことから解き起こしてるんですけど、ウクライナにとってこれは最悪の日だったと。ウクライナ東部ドンバス地方にあるドネツ川以北の最後の重都市リマンが、ついにロシア軍に陥落した日であると。5月27日ね、これウクライナにとって暗黒の日だったと。リマンを占拠したことで、ロシア軍はドンバス地方での地位を固め、この地域を補給拠点として確保することができたと。リマンはドミノ倒しだったドネツ川の東側にある最後の重都市セベロドネツクを陥落させたと。この原因がリマンが落ちたことね。セベロドネツクが倒れると対岸の双子の都市リシチャンスクも倒されたと。それから4ヶ月が経過し、ドミノ倒しは逆の方向に進んでいると、この鉱物は言うんですよね。リマンの北西100マイルのウクライナ軍の第二の都市ハルキウの東で始まったウクライナの反攻は、2週間でウクライナ北東部のですね、1000平方マイルを解放してしまったんだということです。ウクライナのですね、第二旅団からね、逃れたですね、ロシア軍はかつての精鋭部隊を含めですね、全部オスキル川を渡ってですね、東に逃げたんですが、数百両の車両とですね、数千人の死傷者を出しているということで、じゃあこの後どうなるんだということでね、この記事曰くですね、これ ISW のね、レポートを引いてるんですけれども、ロシア側にとってさらに不利なのは、リマンのロシア軍守備隊は大部分予備役とハルキウの反攻で大きな損害を受けた部隊の残存で構成されていると。さらにですね、ロシア軍は戦域の他の場所からこれらの地域に援軍を向かわせていないということで、これ前にも言いましたけどね、この東部地域のですね、ロシア軍ね、非常に弱い防衛ラインを引いてるんですが、ここに増援は来てないので、ウクライナ軍としてはもう抜き放題ということになります。だからこのフォーブスの記事が言う通りですね、ドミノ倒しが逆に行く可能性というのは十分あるんですね。このリマンというのが実はポイントなんですけれども、リマンをですね、守備を強化する予備兵力が実はないと。ウクライナは最初の反撃を阻止するためにですね、ほとんどの戦力はそこで燃えちまったということなんですよね。なのでロシア軍かなりピンチなのではないかというふうに見られております。これをね、象徴するかのようにですね、 CNN にね、こんな記事も出てました。ウクライナロシア軍機55機撃墜、米空軍幹部ということでね、在ヨーロッパのですね、アメリカ空軍の司令官は19日、ウクライナ侵攻開始以降、ウクライナの防衛手段が約55機のロシア軍戦闘機を撃墜したと発言したと。ロシアがウクライナで制空権を確立できたことは一度もないというふうに述べましたと。これ言ったのはですね、ジェームズ・ヘッカーさんというですね、大将ですね、アメリカ軍の空軍大将で、ワシントンの会議の中でね、ロシアはウクライナの防空手段を十分認識していたが、2月後半の最初の攻撃で地対空ミサイルを含むこうした防空手段の破壊に失敗したと。この結果ですね、ロシア軍の被
害が広がっているということですね。ロシア軍はね、防空手段によって撃墜されたのもありますけど、この間のね、クリミアの不審火、現場猫によってですね、現場に飛び立つ前のね、飛行機もね、落とされたりとかね、結構ひどい目に遭ってますので、その意味ではですね、損害が広がっているということです。なので、最初にね、申し上げたね、ヘルソンのね、ドニプロ川の西側にいるね、ロシア軍の精鋭部隊が、うまく逃げられるかどうか、ウクライナがセベロドネツクやね、リシチャンスクから、統制下においてしっかりと統制の取れた撤退をしましたけれども、これと同じことをロシア軍できるかっていうところは今、争点なんですよね。これができると、東部戦線にそれがね、行って、立て直すみたいなこともできるかもしれないし、実際に今、ロシアからね、ほとんど徴兵とかもうまくいってないですしね、こういうのも来てないので、大変厳しいことになるかなと思います。ちなみにね、プーチンはね、今ね、ハルキウのね、大反抗で戦争に負けたということが国内に広まってですね、これを軍のせいだと言ってね、ニューズウィークに書いてあったんですけどね、軍がこれは勝手に失敗したんだみたいな感じで、責任逃れをしてるんですけれども、実際にプーチンとですね、軍の間にものすごい隙間風が吹いていまして、プーチンはね、ロシア軍をあんまり使いたくないみたいなんですよね。なので、非正規軍というか、非正規軍じゃないんですけど、非正規軍的な意味合いもあるかもしれないですけど、ワグネルっていうね、民間軍事会社とか、カディロフっていうね、チェチェンのね、独裁者ですけど、こういうやつ使ってみたりとか、それからですね、FSB ね、内務省の部隊を使ってみたりとか、そういうところにですね、囚人集めたりとかね、対面はたいて中央アジアからね、ああいう貧しい国からリクルートするような兵隊を入れて、戦場にですね、バンバンこう送っているわけですけれども、これがね、正規のロシア軍と、ドジンキョウ、ルジンキョウのね、ああいう部隊もそうですけど、プロクシーアーミーって英語では言いますけど、こういう連中との間でですね、指揮命令系統全然違いますから、現場での衝突もすごく増えてるということなんですよ。この間ね、私がちょっと読んだ記事によるとですね、9月中にもですね、この衝突があって、20人ぐらいの死傷者が出ている、そういう同士打ちがあったんですね。昨日の渡辺さんの動画でも渡辺さんがね、ヘルソンで銃撃戦があって、どうもこれはロシア軍の同士打ちだったのではないかというふうに言われてるんですが、これ同士打ちが起こる理由っていうのは、プーチンが軍を信用してない。軍を信用してないんで、軍以外のいろんな主体ありますよね、ロシアにはね。内務省も、FSB も部隊持ってるし、それからワグネルもあるし、ガディロフみたいなやつもいるし、みたいな。こういう奴らを使ってですね、いろいろこう、わけのわかんないうぞうむぞうがですね、まあ、いっぱいこう戦場に入り込んでですね、指揮命令系統がもうぐっちゃぐちゃに混乱してると。こういう中でですね、もう現場ではね、補給届かねえし、補給品の奪い合いみたいなことになって、実際に銃撃戦まで起きて、そういう意味で言うとね、士気の極めて低い軍隊になっているということでございます。なので、今後ですね、ロシア軍がね、ヘルソンから撤退できるかどうかっていうのが一番大きなポイントなんですけれども、これが失敗した場合ですね、現地にいる部隊ね、仲間あればっかりやってですね、もう戦うなんていう状態じゃないですし、敗色濃厚となればね、撤退するための燃料の奪い合いとか食料の奪い合いとかも始まるでしょうから、ほら結構厳しいことになるかなと。フレッシュな戦力が送れないんですよ。なんかね、プーチンがね、各企業に言って、1000人のね、兵隊をね、ボランティアで供出しろとか言ってるらしいんですけれども、みんな企業経営者それにそっぽ向いてるとかね、地方議会ではね、プーチン辞任を求める声とかも強くなってきますし、こういうことが言えるってこと自体がですね、ちょっとロシア国内のね、世論も大きく変化してきたかなというふうに思います。あと吹き上がっちゃったね、愛国ネトウヨの皆さんもプーチン腰抜けみたいな感じね、なんで総動員かけねえんだみたいな感じでもう吹き上がっちゃってるわけですよね。でもプーチンとしてはこれが戦争だって認めるとですね、負けてるってことを認めることになっちゃいますので、これもできないと。昨日ね、渡辺さんの動画ご覧いただいたと思うんですけど、核兵器ももう使ったら終わりですから、何のために使うのか分かんないですよ。自分が生き延びるためにこれね、戦争やってるわけで、核兵器使ったら自分終わるわけですから、これも使えないと。バイデンからもね、ものすごい恫喝がありましたよね。日本の新聞ではね、バイデン大統領が核兵器使わないように要請って書いてあるんですけど、これ篠田秀明先生ね、国際政治学者の言わせると全然違いますよ。ドンってドンドンってドンドンドンって3回言ったんですよ。ダメダメダメって言ったんですよ。つまりこれは要請というか、お前使ったら分かってんだろうなというある種の恫喝、命令なわけですよね。非常に強い調子でバイデンは言ってますので、その辺もですね、この日本のね、新聞微妙なこのね、跳躍でね、皆さんにちょっとご認識ミスリードみたいな感じになっちゃって本当申し訳ないんですけれども、そういう状況でございます。ということで、プーチンに逃げ道ないんじゃないかなという状況がですね、ますますプーチンにとってね、厳しくなってきたかなというふうに思うので、引き続きですね、この戦場のね、日本のメディアには載らないいろんな情報もアメリカのシンクタンクとかでもね、レポート直接読めますから、最新のレポートね、そういうの拾いながらね、皆さんにまたお伝えしていきたいと思います。ロシアンフレンズみたいにね、裏の取れないヨタ話拡散してもしょうがないですから、必ずソースを示しながらやりますので、引き続きよろしくお願いします。ということで、今日の内容は非常に面白いなと思った人はぜひですね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。